おしです。いつもありがとうございます。今日は嫌われる70代3パターンという形でお話したいと思います。今日、レッスンでお話ししましたけども、皆さん、うんうんって頷かれてたので、納得されてるのかもしれないので、この3つを紹介したいと思います。別に70代にこだわらず、もう、こういうような3パターンの人は人に嫌われるんじゃないかなと思います。1つ目が、笑顔のない人。眉間に視野を寄せて、いつも怖い顔をしている人。なんだかそういう人のそばにいると、心がシュンとなってしまいませんか？ですから、いつでもにっこりと微笑んでいる。優しい眼差し、優しい笑顔。そんな形で人の話を穏やかに、うん、うんってうなずけるような、そんな老人でありたい。そんな老人であってほしいと思います。目の前に一緒に笑ってくれる人、そういう人がいるって、とても幸せを感じることができると思うからです。そして嫌われるパターン二つ目が、人の悪口を喋る人。いませんか？皆さんの周りにも人の欠点を探して、ああでもないこうでもない、そんな風にバカ笑いをするような人って中にはいると思います。でもできればそういう場面に接したら、宇野千代さんのようにスーッと席を立つとか、そういう人間関係を少し距離を置くとか、そういうことがとても大切なような感じがします。でも、人から何か言われて腹が立つってあるじゃないですか。そういう時にはね、やはり心の中に溜めてしまうとストレスになってしまいますので、その悪口というか、そういったことを話す大切な家族、あるいは大切な信頼できる友達がいるってとても大切ですよね。寂聴さんも言ってました。お酒を飲みながら人の悪口を言って、とっても楽しいよねって。これはやっぱり気の合う仲間で、そういうような話をして、すっきりと気分を切り替えるという時には大切なのかもしれません。そして三つ目、嫌われるタイプは自慢話をする人です。昔はこんなことをした。今頑張ってるあいつは、俺と一緒に仕事をした人だ。あいつは俺が教えてあげたやつなんだ。俺は昔はもう管理職で偉かったんだ。そういうようなことってね、もう60歳を過ぎて定年をしたらもうそろばんと一緒で願いましてまでさっともう吹き流してしまわなければいけません。もう自慢話はしてはいけません。私たちの時代はもうすでに終わりました。あんたは偉い、私はバカだ、そんなつもりで自慢話をしないで人を立ててあげるって大切なのかもしれませんね。ということで、やはり人に嫌われるパターンというものは、一つ目が笑顔のできない人、二つ目が人の悪口を言う人、そして三つ目が自慢話をするような人、そういうことを気をつけながら生活をすると、とても人間関係も円滑に楽しく過ごせるんじゃないかなと思います。では今日もにっこりと人に嫌われないように優しい笑顔を作りながら、そして人の悪口を言わず自慢話をしないで生活してみましょう。できれば人のいいところを見て褒めてあげるっていうことがとても大切だなと思います。人を褒めれば自分のところに帰ってくる。そういう言葉もありますので、とても人を褒めてあげるように心がけてみてください。相手に健康だね、とても明るくていいねって言ってあげれば、相手はもっともっと元気になり、もっともっと明るくなります。そして自分ももっともっと明るく元気になると思います。それでは、いつもにっこり笑顔で楽しく過ごしていきましょう。それでは今日もありがとうございました。それでは、また。